毎月の支出の半分をコスメに当てる女、どうもアリちゃんです。はい、本日の動画はですね、現役美容部員さんに聞いたブランドの中で一番おすすめのコスメ合計6選発表していきたいと思います。そう、これですね、私ずっとやってみたいなって思っていた企画なんですけど、昨日ですね、百貨店のコスメ売り場に来まして、いろんなブランドの美容部員さんに、もう新作とか人気とか関係なしに、お姉さんが一番いいと思っている商品購入したいですっていうね、お願いをしてきまして、実際にいろいろと購入してきました。全商品ですね、私も今日初めて使う商品なので、これらの商品正直レビューしていきたいと思います。もしよかったら動画ぜひ最後までご覧ください。それでは動画スタート。はい、そしたらじゃあまずはこちらです。 RMK から開封していきたいと思います。 RMK の現役美容部員さんに聞いた今一番おすすめしたい商品は、じゃん、こちらでした。 RMK のダブルトリートメントオイルです。はい、こちらの商品ですね、 RMK から10月に発売されたばっかりの新作の、ね、美容液でした。じゃあ開けていきます。はい、中身こんな感じでした。これ2層タイプに分かれてるんですね。で、美容部員さん曰く、これね、メイクの乾燥崩れなどが気になってる人特におすすめしたいらしくて、これをスキンケアの一番最初に仕込むことで、スキンケアの浸透力がすごく上がって、結果的に崩れ防止につながるらしいです。で、これやっぱりメーカー説明文を読んでみると、これオイル層と潤い層でね、分かれてるらしいですね。肌を柔らかくするオイル層と、角質層をみずみずしく満たして潤ってくれる潤い層、このね、2つが一緒になっている美容液らしいです。で、これ開けると、ふって出すタイプの美容液ですね。で、使い方に関してはこの通り、上下にまずよく振って、手のひらに4から5滴ぐらい取って使っていくのが推奨されてるらしいです。じゃあまず手元に出してみます。はい、出すとこんな感じ。あー、なんか使用感に関してはですね、重たくないオイルっぽい感じですね。オイルっぽさは結構感じるんだけど、表面はそんなにベタつかない感じで、香りに関しては柑橘系の香りがします。はい、手のひら全体に伸ばしてみるとこんな感じです。でもね、これ結構浸透はいいかも。もう全体的にね、すごい馴染んで、塗って少しなじませただけでね、この通り全然もう水っぽさはないですよね。ちょっとどのぐらいに浸透効果があるのかを見ていきたいので、今から両方の手に化粧水を塗っていって、この美容液をつけた方とつけていない方で浸透力にどのぐらい違いがあるのかも見ていきたいと思います。はい、今それぞれにつけてみました。こっち側は RMK の美容液をつけた上にさらに化粧水をつけた方で、こっち側は RMK の美容液をつけないでそのまま化粧水をつけた方です。ちょっとカメラ越しからだったらね、違い分かりにくいかもしれないんですけど、言われてみたらね、確かにこっちのつけてる方が表面の水っぽさがね、なくなるのが早かったです。顔にね、実際つけてみても、このオイルね、本当にそんなに表面がベタベタする感じではないので、朝のメイク前とかも全然使えるような、そのぐらいの本当軽さです。今の時期ね、みんな乾燥ケア気になり始めてると思うんですけど、手持ちのスキンケアの浸透をより高めるっていう観点で言うと、今のスキンケアにプラスアルファでこれがあると、よりスキンケアの効果が発揮しやすくなるのかなっていう風には感じました。はい、そしたらですね、お次はこちら、アディクションです。アディクションの現役美容部員さんに聞いた今一番ブランドでおすすめしたい商品といえば、じゃん、こちらでした。アディクションのスキンリフレクトフィックスコンシーラーです。もう出ました。私もね、これすごい気になってたんですよ。やっぱりね、美容部員さんに聞いたところね、めちゃくちゃおすすめらしい。はい、中身こんな感じです。こちらはですね、薄膜な仕上がりなんだけど、高密着が特徴のコンシーラーです。で、開けてみると、はい、この通りチップタイプのコンシーラーになっていました。で、このコンシーラー全8色展開で、ピンクベースからイエローベースまでね、結構色展開は幅広いなって思ったんですけど、私はね、3番の色味を購入しました。3番に関してはちょっとピンクベース寄りだった気がする。手に出してみるとこんな感じ。あー、でも確かにこれ結構なんか仕上がりは素肌っぽくなるというか、馴染みがかなりいいコンシーラーな気がする。今ね、軽く伸ばしてみたんですけど、すごい自然じゃないですか。で、使用感としては結構なんか伸びがいい感じがする。高密着って書いてあるけど、個人的にはまだそんなにピタッと感は感じないかな。あー、で、確かにこうやって伸ばしていくと少しね、密着感っていうのは出てきたかなっていう風に感じます。でもなんか使用感としてはすごいなんかピタッと密着するっていうよりかは、現段階では結構伸ばしやすいし、馴染ませやすいっていう印象の方が高いかも。なんかすごい使いやすそうって感じ。はい、今ね、ここあたり伸ばしてみたんですけど、これ仕上がりめちゃくちゃ綺麗じゃない？確かにこれはめっちゃ薄膜コンシーラーって感じ。はい、そしたらですね、今カバー力が全くない下地のみ顔につけてみたので、
今からねカバー力の方も顔で調べていきたいと思います。まずつける前の肌の状態がこんな感じです。そしたらじゃあここのねまずシミの部分につけていきたいと思います。おお、すごい。うん、綺麗にカバーされてますね。はい、伸ばし終わりましたが仕上がりはねこんな感じです。このコンシーラーすごい素肌感がすごいですね。塗ってる感めちゃくちゃ控えめじゃないですか。なんだけど確かにすっぴんと比較をしたら確実にカバーもされてる感じがする。ここのニキビ跡もカバーしていきたいと思います。はい、塗るとこんな感じです。これもね、まあ、完全にカバーはされてはいないもののすっぴんと比較するとだいぶ目立ちにくくなったかなと思います。そして仕上がりはめちゃくちゃ馴染んでいる。あのアディクションのコンシーラーといえばこのねパレットタイプが有名だと思うんですけど、このパレットタイプも仕上がりはすっごい素肌に馴染むんですよ。なんでこのパレットタイプと今回のリキッドタイプのね大きな違いとしてはやっぱね伸びですね。両方ともすごい馴染んで素肌っぽい仕上がりは同じなんだけど、パレットタイプの方が硬いからピンポイントだったりとか、あとはあんまり表情が動かない部分とかに個人的にはおすすめかなって思って、一方こっちのリキッドタイプの方はすごく滑らかなので広範囲だったりとか表情が動きやすい部分、そっちにおすすめかなっていう風に思いました。あとね最後にこのコンシーラーね持ちがねとにかくいいらしいんですよ。なんでねそこの部分も見ていきたいので、さっき顎につけたねコンシーラーの部分も夜ねどんな感じになってるのか引き続きウォッチしていきたいと思います。はい、そしたらコンシーラーの方も見ていきたいと思います。コンシーラーつけたところのね夜の状態こんな感じになっています。ちょっと見てもらったらねわかると思うんですけど、さすがにね朝ちゃんとコンシーラーつけて1日マスクとかをねつけたり外したりを繰り返したら、さすがにねちょっと引き続きしっかりカバーされてるって状態ではないかなと思いますね。なんか私はマスクをね一日中してるとほっぺよりもね特に顎がね一番寄りやすいんですよ。どんなファンデーションとか使ってもマスクをね長時間すると基本ねやっぱカバー力は落ちちゃうイメージはあったんですけど、やっぱね場所はちょっと良くなかったかな。ここに関してはねやっぱりちょっとコンシーラーも剥げちゃってるかなっていう印象を受けました。ここにもねちょっとコンシーラー仕込ませておいたんですけど、ここに関してはこの通りなんか汚くよれてるとかはね全然起きていません。ほっぺの部分に関してはそんな何よりは気にならず、特にマスクに当たりやすい顎の部分はこんな感じの揺れ方をしてしまっていました。はい、そしたらですねお次はじゃんこちらです。クレドボーボーテです。クレドの美容部員さんに聞いた一番おすすめの商品はじゃんこちらでした。クレドボーボーテのタンフリュイドエクラマットでした。こちらですね1個14,300円ぐらいしたザ・デパコスファンデーションでございます。はい、中身はこんな感じです。このファンデーションですねツヤタイプとマットタイプがあったんですけど、美容部員さんが特におすすめのマットタイプを購入してみました。でこのファンデーションは肌をねしっかりとカバーをしてくれるんだけれども厚ぼったさはもう全然出なくって、かつつけたてのサラッとしたマットの肌質がもう一日中続くらしいです。あとマットファンデーションなんだけど乾燥とかもねすごい気になりにくいらしい。はい、でこのファンデーションプッシュタイプになっています。で全8色展開らしいんですけど、私はその中でもピンクオークルの00番という色味を購入しました。出してみるとこんな感じ。テクスチャーとしてはこの通りトロッとしていますね。じゃあなじませてみます。こうやってなじませてみると、あーまずこのファンデーションすっごくね伸びがめちゃくちゃいい。わかりますか？すっごい伸びてくれる。でちょっと軽く伸ばしただけでマット感っていうのは伝わりますね。マットっていうよりかはセミマットぐらいの感じかな。でもなんかあんまりツヤ感とかは出てない気がする。でまあこうやって手につけただけの感想で言うとあんまりね密着力とかは感じないかな。ほんとスッと馴染む感じ。とにかくね伸ばしやすくて、で確かに表面に関してはねサラッとしていますね。全然ベタつき感とかは感じない。はい、そしたらじゃあ実際に顔にもつけていきたいと思います。つける前の肌の状態はこんな感じです。ではつけていきます。いやでもこれ本当に伸びがマジでめちゃくちゃいいです。本当に少量で全然全顔いけちゃうと思う。あとこのファンデーション香りもしますね。なんかお花の香水みたいな感じのすっごいいい香りがします。あとこれ紫外線対策としては SPF が20で PA が3プラスみたいです。はい、今塗り終わりましたが仕上がりはねこんな感じになりました。すっ
品の状態がこんな感じで、それに対して今ファンデーション塗った方の仕上がりがこんな感じです。うん、さすが。仕上がりに関してはもうさすがゆきちファンデっていう感じです。もともとあった肌トラブルとかがね、すごい自然な感じでカバーがされているのと、あとマットファンデ特有のなんか重たい感じだったりとかパサつく感じが本当に控えめで、肌表面に関してはすっごいサラッサラです。ティッシュとかやった方が分かりやすいと思うんですけど、この通り全然つかない。なんかこの上からパウダーとかは全然はたかなくてもいいかもなっていうぐらい、すごい表面はサラサラしてます。なんだけど塗りたての今に関しては乾燥してる感じもね全然しないんですよね。ちょっとこのファンデに関してはつけた今今の乾燥だけで言うとやっぱすごくいいなって思うので、一旦ね全顔につけてみて、時間をねまた経った後ブレがねどのぐらい出るのかだったりとか、そこも引き続きこれウォッチしていきたいと思います。はい、夜になったのでじゃあ肌の状態を見ていきたいと思います。はい、肌の状態ですが、アップにするとね今こんな感じです。テカリとかは多少あるもののヨレっていう観点で言うとそんなに気にならないかなって思うんですけど、どうでしょうか。毛穴落ちとかもこの通りしてないですね。全然小鼻周りはこんな感じ、もう小鼻周り少しだけちょっとてん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 してるかもしれないけど、個人的には全然気にならないですね。崩れ具合で言うと結構想像以上にいいっていうイメージを受けました。はい、そしたらお次紹介するのがじゃん、こちらエレガンスです。エレガンスの美容部員さんに聞いた一番おすすめしたい商品がじゃん、こちらです。エレガンスのアイブロウスリムです。この商品はカートリッジとホルダーがね分かれて販売されていたので両方ともね購入したんですけど、なんか私のイメージエレガンスのアイブロウペンシルは美容部員さんの支持率が本当に高いっていうイメージ。あの前にアットコスメ現役美容部員さんとコラボ動画を2回ほど撮らせてもらったことがあるんですけど、2回ともねアットコスメの美容部員さんもエレガンスのアイブロウペンシルは本当にいいですよって言ってたんですよ。はい、商品アップにするとこんな感じです。こちら側が回すとペンシルが出てきて、ちなみにこれは戻せるタイプのペンシルです。で反対側にはこの通りスクリューブラシがついています。で芯の形としてはこの通り楕円芯とかじゃなくて丸いタイプの芯になっていました。でこれ全6色展開らしいんですけど、私が今回購入したのが自然なブラウンカラーのブラウンの21番という色味を購入しました。確かに今ね実際手元にこうやって書いてるだけでも全然力を入れてなくてもスッと色が出る感じはすごいしますね。はい、そしたらじゃあ実際に書いていきたいと思います。はい、描き終わりました。仕上がりはこんな感じです。うん、確かにこれめちゃくちゃ描きやすいです。もう全然力いらずなんだけど一発でしっかりと色が乗ってくれるし、あとなんか発色に関しても強すぎないというか柔らかく乗ってくれる部分もいいなと思いました。でこのアイブロウペンシル芯自体はね結構柔らかめです。なんかガリガリ描くっていうよりかは芯が柔らかいからスルスル描けるっていう表現の方が近しいと思う。芯自体も細いからこういうね細かいところとかにもすごい描きやすいし、この描き心地の良さはね結構デパコスクオリティを感じますね。はい、両方とも描いてみたんですけど引いて仕上がり見るとこんな感じです。まあ正直プチプラのアイブロウペンシルでも発色がすごく綺麗でふわっと色づいてくれて滑らかに描ける商品とかもあるかなとは思うので、まあそういった商品も私ねすごく大好きなんですけど、確かに言われてみたらこの商品に関してはなんかアイブロウペンシルで4000円する理由がすごく分かりやすく感じられる、そんな商品かなっていう風に思いました。プチプラのアイブロウペンシルも優秀だけど、でも比較をすると確実に違いは分かりやすい。そのぐらいねなんか滑らかさとかが全然違う感じがする。すっごい描きやすいで、仕上がりもこの通りすごい綺麗です。アイブロウペンシルにもう少し奮発してもいいかなっていう方はエレガンスのアイブロウペンシルぜひ試してみてください。はい、そしたらお次はこちらシュー上村です。シュー上村の美容部員さんが一番おすすめしたい商品に選んだものはじゃん、こちらです。シュー上村のアイフォイル桜アジュールです。パッケージの中身はこんな感じです。この通りにリキッドアイシャドウですね。
公式説明文を読んでみると、これガラスのようなグリッターが光やきらめきを反射してくれて、アジア人の目元をより際立たせてくっきりとした印象の目元に仕上げてくれるアイシャドウみたいです。美容部員さん曰く、このグリッターのキラキラ感の仕上がりがめちゃくちゃ可愛いのと、あとこれね、とにかくよれにくいらしいです。はい、でこれ開けてみると、チップの形はまずこんな形をしています。その通り少しだけね傾斜がついていました。でカラー展開がこれ全6色展開で、美容部員さん曰くね、色のとこにその指定はないとのことだったんですけど、私はね桜アリュージュという色味を買ってみました。じゃあつけてみます。はい、こんな感じです。この桜アリュージュっていう色味に関しては、この通り青みの変更パールですね。このさ、オーラっぽい感じがめちゃくちゃ可愛いなと思って、この色味にしてみました。でこのアイシャドウ、さっきも言ったように乾いたらめちゃくちゃしっかり密着してくれて、とにかくよれないとのことだったので、一回ね乾かしたら上からね軽くこすっていきたいと思います。そしたらじゃあまずは上からポンポンしてみます。指についたのはこんな感じ、まあ、がっつりはついてはいないものの、気持ち少しだけ指にもついてます。じゃあ軽く上からこすってみます。はい、こすってみたらこんな感じです。まあ、少しだけねこうやってこすってみると、ここあたりにねラメが広がっちゃったところもあるんですけど、まあ、でもねこのメインのところはすごくよれてるとかはないですね。で上からねこうやって触ってみても、もうペタペタ感とか全くなくて、かなりサラサラもしています。だから密着されてる感はすごく感じる。はい、そしたらじゃあ実際に目元の方にもつけていきたいと思います。今ね軽くブラウン系のねベースだけつけてる状態です。じゃあこの上からねこの変更パールをのせていきます。はい、今ですねすごい軽くにはなるんですけど、両方ともにつけてみましたが、仕上がりはこんな感じです。これつけるだけで目元のうるうる感がめちゃくちゃアップしますね。あととにかくラメがめちゃくちゃ細かくて繊細なので、色味的にはね結構派手かなと思ったんですけど、最初なんかギラギラ輝くっていう感じでは全然なくて、すごい上品な輝きじゃないですか。うん、めちゃくちゃ可愛いこれ。だちょっとねお次はもう少しね量を足して、もっとがっつりつけたらどう仕上がるのかも見ていきます。ちょっと今ですね重ね塗りをしようと思ったんですけど、このアイシャドウですね密着力がすっごく良いので、一度乾いた上にさらにね重ね塗りとかをすると、あんまりね綺麗に仕上がらないってことがね今判明しました。乾いた後に塗り足すとね、このようにちょっと色ムラになっちゃいますね。ちょっと仕上がりね綺麗に塗れてないんですけど、でもね発色具合はこのぐらいしっかり発色までいくみたいです。こういうねがったりした青み発光のねアイシャドウが好きな人は全然これ単体でもね決まると思います。はい、そうですね。なんでまとめると、これはギラギラ発光するわけじゃなくって、すごい繊細にチラチラっと輝きを与えてくれるような、そんなグリッターシャドウで、かつねこれ持ちがすごく良さそうでした。なんだけど1個注意点があるとするならば、多分このアイシャドウの良さを生かすには結構つけ方がねポイントかなとも思いました。個人的にはなんか何層も重ねるっていうわけじゃなくって、ほんと1層を手早くさっと塗る感じ、その塗り方がね一番このアイシャドウの魅力をね生かせるかなというふうに感じました。リキッドタイプのグリッターシャドウ探してる方はぜひこちらもチェックしてみてください。はい、そしたら最後に紹介するのがじゃん、こちらディオールです。ディオールの美容部員さんが一番おすすめしたいとおっしゃっていた商品がじゃん、こちらです。ディオールショーマキシマイザー 3D ってマスカラ下地と、マスカラディオールショーというマスカラです。美容部員さん曰く一番おすすめの商品がこのマスカラのディオールショーらしいんですけど、このねマスカラの良さを生かすためには、一緒にねこのマスカラ下地もめちゃくちゃおすすめって教えてもらったんで、せっかくならということで両方とも購入してみました。そしたらじゃあまずは下地からですが、この下地はボリュームカール長さを叶えてくれて、24時間しっかりとカールキープをしてくれるのに、まつげの美容液成分も配合されているマスカラ下地らしいです。で開けてみると、まずブラシの形がねすごい特徴的ですね。こんな形をしている、だいぶ太いし、360度全部にねシリコン製かな、シリコン製のブラシがねぎっしりと詰まっている感じです。でマスカラ液自体はこんな感じです。
その通りクリアベースではなくてしっかりに白色ですね。でテクスチャーとしてはね、なんかほんとスキンケアみたいな感じかも。結構ねしっとりしてます。これこうやって見ても分かりやすいと思うんだけど、この通りねちょっとね角が立つんですよね。サラサラしてるっていうよりかはちょっとしっとりよりのマスカラベースみたいです。はい、でお次マスカラ本体はこんな感じです。ディオールのマスカラは何種類かあるんですけど、その中でも特に売れ筋の商品がこのマスカラディオール賞っていう商品らしいです。でこのマスカラの特徴はこれ 90% が自然由来成分を配合されたマスカラらしくって、仕上がりとしてはまつげ一本一本を長くセパレートしてくれて、本来のまつげがナチュラルに伸びたかのような、そういった仕上がりになるマスカラらしいです。じゃあこれも開けていきます。ブラシの形はこんな形でした。特に傾斜とかはついてはいないんですけど、先端に行くほどちょっとねキュッと小さくなるような、そんな形をしたブラシです。はい、でこのマスカラブラック、ブルー、ブラウンの全3色展開らしいんですけど、私はねブラックの色味を購入しました。マスカラ液はこんな感じです。こうやって手につけただけの感想で言うと、マスカラ液自体はねあんま滑らかさっていうのを感じなくて、どちらかというと結構パリッとした印象を受けています。あとねこれ結構速乾性も早そうなイメージで、色味に関してはこの通りすごく漆黒っていう感じですね。透け感とかは特になくって、しっかりなんか黒が前に出るような、そんな発色のように感じました。はい、そしたらじゃあ実際に目元にもつけていきたいと思います。で今回ですね、せっかくならスタジありとなしの、ね、比較もしたいなって思ったので、こっちにはスタジありとマスカラをつけて、こっちはスタジなしとマスカラのみで仕上げていきたいと思います。ではじゃあまずはこっちの、ね、スタジをつけてみます。お、結構白くなりますね。はい、今マスカラ下地塗り終わりましたが、仕上がりはこんな感じです。この通りね結構こうがっつり色味がつきますね、このマスカラ下地。これ乾いたらちょっと色落ち着いてくるのかな。で現時点のまつげのパリッと感で言うと、そんなにねパリッとする感じは感じないかもしれない。むしろちょっとこの通りまだね柔らかさが残ってる状態です。ちなみに5分程度経った後のまつげの状態はこんな感じです。マスカラ下地つけたての状態と比較すると、多少ね白っぽさは落ち着いた感じもするけど、引き続きねこれだけでは外に出れないかなっていう状態でした。そしたらじゃあマスカラを重ねていきます。はい、つけ終わりました。仕上がりはこんな感じです。こっちが下地なしのマスカラ単体で、こっちが下地ありのマスカラの仕上がりです。確かにこのマスカラね、すごい綺麗にまつげが長くなります。伸びるね、これは。そうなんですけど、やっぱね、色味のこの黒のね、主張が想像していたよりも結構しっかりと発色されてるなっていう風に感じたので、スッと長くセパレートに伸びてくれる感じのマスカラではあるんだけど、なんかすごくナチュラルな仕上がりっていうよりかは、しっかりなんか目力も出てるような、そんな仕上がりだと思います。で、下地なしと下地ありの仕上がりの違いで言うと、すっごい大きな違いがあるわけではないんだけど、現時点で感じてるのは、やっぱ気持ちこっちの方がちょっとねカール力がよく出てる感じがするのと、あとまあ気持ちこっちの方が少しねボリュームも出てるような気がします。うん、でも現時点ではほんとこのぐらいの違いですね。逆になんかマスカラ下地がない方がボリューム具合が減って、スッとね長くなるだけの仕上がりになるので、ナチュラルな仕上がりの方がいいって方は、意外とね下地を挟まない方が仕上がり好きって方もいるかもしれない。でダマのなりやすさっていう観点で言うと、ちょっと塗る時にまつげの先端部分にマスカラ液がたまらないように、ちょっとなんか意識をして塗ってあげる必要性はあるかなっていう風に感じました。ちょっとね普通塗ってるだけだと、まつげの先端にマスカラ液が少したまりやすいかなとも感じたので、まあ、そこをねちゃんとスッとねマスカラ液を伸ばしてあげたら、全然ねそこまでダマダマした仕上がりにはならなかったんですけど、塗る時にねちょっと工夫をするとより綺麗に仕上がるかもしれないですね。ちなみに今マスカラした上からビューラー重ねてみたんですけど、ビューラーをさらに重ねてみるとこのぐらい
しっかり伸びました。このぐらいしっかりカールされてるとやっぱ目力もより出ますね。しっかりマスカラつけましたっていう感じの仕上がり。じゃあ最後にね、このマスカラが実際どのぐらいカールキープ力があるのかっていうのもね見ていきたいので、今日一日ねこの状態過ごしてみて、またね夜撮影していきたいと思います。はい、夜になりました。まつげの状態を見ていきます。あれからですね一回も化粧直しをしていない状態なんですけれども、一日過ごしたまつげの状態はこんな感じになりました。カールキープの状態で言うと、まあ、つけたてと比較をするとね多少カール力落ちてるかなとも思うんですけど、あれからね一回もビューラーで直さなくてもこのぐらいは両方ともカール力が持続されていました。でこっちがね下地ありでこっちが下地なしだったんですけど、まあ、こっちとこっち比較してみると、まあ、正直下地なしでもマスカラ単体でもこのぐらいはカールキープをしてくれるみたいです。でにじみ具合とかで言うとこの通り全然問題はなさそうでした。これからねお風呂に入って落としやすさも検証してみるので、落としやすさの結果に関してはテロップで追加しておきます。気になった人はぜひチェックしてみてください。はい、以上で美容部員さんに聞いたブランドの中で一番おすすめのコスメ6選終了になります。いかがだったでしょうか。1個でも気になったものがあったらぜひチェックしてみてください。本日も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かったよと参考になったよって方は高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは皆さんまた次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。